カテイア・ブニアティ・シビリは、ジョージア出身のピアニスト。フランス・パリ在住。カテイア・ブニアティ・シビリは、3歳の時に母親の下でピアノのレッスンを始めた。幼少の頃は、母親から与えられたモーツァルトのレクイエムを聴くことに熱中していた。6歳で、トビリ市の室内管弦楽団と初のコンサートを行い、10歳からヨーロッパ、ウクライナ、アルメニア、 イスラエル、アメリカ合衆国でコンサートを行った。ブネアティシビリは、バイオリンを完璧なピッチで演奏できたにもかかわらず、ピアノを演奏することを選んだ。彼女は、姉のグバンツァと一緒にピアノを学び、連弾に興じていた。その間、1999年、12歳の時に、ミシェル・ソニーが主催する SOS タレント財団において、彼に指示。 トビリシ中央音楽学校を卒業後、2004年にトビリシ州立音楽院に入学。その後、トビリシで行われたピアノコンクールでオレグ・マイセンベルクに見出され、ウィーン国立音楽大学へ転籍。2008年、カーネギーホールでデビュー。2010年にボレッティ・ブイトーニ財団賞を受賞。BBC シリーズの新世代アーティストにも加わった。 ウィーン楽友協会とウィーンコンチェルトハウスにより2011から12シーズンのライジングスターとしてノミネートされ、2012年にはエコークラシック賞で最優秀新人賞を受賞した。ブニアティシビリはパリ還元楽団、ロサンゼルス交響楽団、ウィーン交響楽団、フランス国立還元楽団、ロンドンフィルハーモニー還元楽団等のオーケストラと共演してきた。また、 ギドン・クレーメルやルノー・カピューソン等のバイオリニストとも共演している。母国語であるグルジア語のほか、フランス語、英語、ドイツ語、ロシア語等を話す。ブニア・ティシビリはピアノを音楽の孤独の象徴と表現しており、曲の解釈を非常に深く追求した非常に技巧的な演奏を行う。その解釈に基づいた演奏については評価を二分する要因になっていることもあるが、 競争曲の演奏における指揮者とのインタビューにもあるようにオーケストラとの一体感は非常に高い。また自身の用紙、演奏スタイル、音楽への取り組み方を全面に押し出した様々なモデル活動、トーク番組、ドキュメント番組にも積極的に取り組みピアノ界のビヨンセと呼ばれたこともある。2017年のフランス F2 のドキュメンタリー番組スチュパファイアントは ブニアティシビリは自身の演奏のポリシーと魅力を世界中に余すところなく披露しているが、プーチンのいるロシアではそれを拒んでいると述べた。また、2017年7月に開催されたパリ祭りについても、ゲルギエフが指揮を担当することになったため出演を断ったと伝えられた。インタビューによるとゲルギエフがプーチン政権を後押ししていることがその理由であると述べている。 2010年、ソニークラシカルと独占契約。彼女の2011年のデビューアルバムは、リスト生誕ーー200周年を記念したものであり、ソナ太郎誕生、愛の夢第3番、ラ・カンパネッラ、ハンガリー教師局、第2番、メフィストワルツが収録されている。このアルバムについて、クラシック FM は、ブニアキシビリは若い頃のマルタ・アルゲリッチを彷彿する。 激しい気象と技法を持つ若いアーティストであると、アルバムのレビューで述べている。一方、グラム本誌はあまり印象を残していない。ジェド・ディストラーは、その批評において、愛の夢第3番は、構成においてもリズムをおいても曖昧であると批評し、彼女の特徴である、落ち着かないリズム感、計算外の躍動感、全体的な無計画さも何度か聞いているうちに次第に、 薄れてくると述べている。この録音の後には2012年にショパンのアルバムを出した。このアルバムには独奏曲とピアノ競奏曲第2番へ単調から構成された。ガーディアン氏はこれは今日の最もエキサイティングで技術的に才能のある若いピアニストが本心からストレートに弾いているとレポートしている。一方、グラムフォンはピアノ競奏曲の録音について 休止の欠如と過度に早い演奏と批判した。2014年には3枚目のアルバムマザーランドをリリースした。彼女の以前のアルバムのように特定の作曲家を取り上げるのではなく、母国ジョージアの音楽を含む個人的に重要な曲によって構成され、彼女の母に捧げられた。続いて2016年にムソルグスキー展覧会のエタを収録した4枚目のアルバム。 カレードスコープがリリースされた。また、ラベルとベートーベンのピアノ競争曲の DVD、ブルーレイがリリースされた。アートオンアイスツアー2014にて演奏をまた、欧州を中心に開催されているスケートのスポーツイベントとして2014年のアートオンアイスツアーおよび2016年のアイスレジェンズにおいて、スケーターの演技に合わせたピアノ演奏を行った。初来日は2010年。 ラフォルジュルネにおいて、ショパンを演奏し注目された。2012年10から11月、ギドン・クレーメル率いるクレメラータ・タバルティカと来日共演。2016年2月の来日の際には、NHK 交響楽団と共演も行った。2017年11月にも来日し、名古屋、東京、大阪、札幌でリサイタルを開催したほか、新日本フィルハーモニー交響楽団。 広島公共楽団とも共演した。いずれもソニークラシカルからリリースされている。ありがとうございます。